渡辺豊は、ドラマー、ミュージシャン、ハーフトーン音楽出版所属、3歳よりピアノを習い始め、12歳でドラムを始める。大学在学中に、プロ活動を始め、卒業と同時に、西条秀樹のツアーに参加。音楽学校ミザーハウスのインストラクターでもある。ドラムメーカー、その音のモニター契約、シンバルは、ピスティー、小出等を愛用。 ペダルを含むハードウェア等はジブラルタルを使用している。スティックはラーニー -147 イット自身のシグネーチャーモデルを使用。日本ペイントマジョーラプロジェクトからのペイントサポートをし、自己所有のドラムセットをマジョーラカラーに仕立てている。メインで使っている SQ2 シリーズはホワイトカラーやレッドとブラックのグラデーションを施しているが、 バスドラムのヘッドにマジョーラカラーが施され、自己名とマジョーラプロジェクトの名前が入っている。メディアはフジテレビ系ミュージックフェアや僕らの音楽等に近頃は出演している。クリニックなどは滅多に行わず、紙面、雑誌面に乗ることは少ないが、現在のポップスシーンにおいては重要な位置づけにあるドラマーと言える。その波外れした安定感あるリズムやパワフルなプレイから、 繊細なプレイに当たるまで、ジャンルを問わない、オールラウンドなスタイルには、数多くのドラマーに影響を与えている。水木奈々のライブバンドチェリーボーイズ参加。愛称は、ユタポン。また木梨のりたけ率いる、アジサイにも参加している。現在自己バンドヘミーズのドラマーとしても活躍。その他不定期ではあるが、ギタリストである、カノヨシアキのバンドにサポートとして参加している。 ウィンズのサポートドラマーとしても活躍しており、パッドやトリガーをドラムセットに組み込んで原曲を忠実に再現し、かつ他の人には真似できないできないようなアレンジアプローチでファンからも絶大な人気を誇る。また、ライブでは打ち込みのように正確で綺麗なビートを刻む。ありがとうございます。